キャシー・アッカーは、アメリカの実験的小説家、パンク詩人、劇作家、エッセイスト、ポストモダニスト、セックスポジティブフェミニズム作家である。アッカーは、ブラックマウンテン派の詩人、ウィリアム・エス・バローズ、デイビッド・アンティン、フランス批評理論、哲学、ポルノグラフィーに強い影響を受けている。出生時の名前は、カレン・リーマンであり、 友人や家族からキャシーと呼ばれていたことと最初に結婚した夫の名前がロバート・アッカーであったことからキャシー・アッカーとして知られる。キャシー・アッカーは4月18日ニューヨーク市で裕福なユダヤ人のドナルド・リーマンとクレア・リーマン夫妻のもとに生まれた。アッカーの青年には諸説あり、議会図書館の著作リストでは1948年となっているが、 資料によっては1947年、死亡記事は多くが1944年生としている。アッカーの妊娠は計画的なものではなく、父ドナルドはアッカーの誕生前に一家を捨てている。母クレアはアッカーに対して支配的であったが、アッカーは自分が望まれてできた子でなく、愛されていないと感じており、成人後も続いた母子の関係は敵意特能に満ちていた。 母はすぐに再婚したが、この再婚は、アッカーが後に描写するところでは、無能な男との全く情熱のない結婚であった。アッカーはこの母とママ父の下で、NY 市の高級住宅地、アッパーイーストサイドに今日構えるアッパーミドルクラスのユダヤ人家庭に育った。この裕福かつ抑圧的な環境で、アッカーは、子供の時からお嬢様らしい振る舞いをすること。 お嬢様らしい持ち物を持つことを期待されていたが、実際には、アッカーは海賊に惹かれており、この成功は晩年まで続いた。アッカーは大きくなったら、海賊になりたいと思っていたが、男でなければ、海賊にはなれないとも思っており、早い時期からジェンダーによる壁を経験していた。しかし、アッカーは海賊についての本を読むことが、家から逃れることであると気づき、 本の世界に向かっていった。アッカーは読むことと書くことを身体的快楽と結びつけるようになり、生涯を通じての貪欲な読書家となった。アッカーはブランダイス大学で古典を学び、小説を書くことを熱望するようになったが、サンディエゴに移り、学業を続けている。印刷物になったアッカーの最初の作品が1970年代中盤に、 生まれ始めた NY アンダーグラウンド文学の一、側面を伝えるものとして残っている。アッカーによると、彼女の初期作品は、ストリッパーとして働いていた、数ヶ月の体験に深く影響されているという。アッカーはしばらく既存の文学からは、辺境の位置にあり続け、1980年代半ばまで、勝負数しか刊行されなかったため、文学的テロリストの異名をとっていた。 1983年、モロトフというナノウィーンの奇抜な画廊のカタログにアッカーの文章が掲載される。このカタログは写真家マーカス・リザーデールの写真に捧げられたもので、動画廊の設立者クリスティアン・ミヒェリデスによる一文も載っている。1984年にはアッカー初の英国での出版となる小説 チミドロゾウモツハイスクールが刊行される。これ以後アッカーは相当量の小説を上司することになるが、その多くは今でもグローブプレス社から番を重ねている。アッカーは雑誌やアンソロジーに少なくない作品を書いており、RE、サーチ氏、エンジェル・イグゾースト氏、モナカラム氏、ラピッドアイ氏には著名作を寄稿している。晩年にかけては伝統ある新聞に取り上げられるようになっており、 評価を確立したと言える。ガーディアン氏は幾度かアッカーの記事を組み、その中には死の数ヶ月前に受けたスパイスガールズへのインタビューも含まれている。アッカーに影響を与えたものにはアメリカの詩人、作家、バローズ、フルクサス運動、及び文学理論がある。アッカーは自らの作品で釈用、カットアップポルノグラフィー、自伝的小説、 自分を投影した作中人物、個人的エッセイを組み合わせ、アラマホ式フィクションのありようを書き回している。アッカーは男性による作劇場あるいは文学史上で女性の描かれ方が不安定であるということに焦点を当てた物語を実際に書くことがどのような意味を持つかを知っており、1984年の ドンキホーテで、ドンキホーテと自らをモデルにしたキャラクターをパラレルに扱い、代名詞を実験的に用い、印象的文法を点灯させている。1990年のインメモリアム2、アイデンティティでは、乱暴の生涯とフォークナーの響きと怒りの一般的な解釈を素性に乗せ、彼らの実際の社会的、文学的アイデンティティを組み立て、あるいは暴き出している。アッカーは、 文学の世界では全く新しいフェミニズム三分子の形式を作り出したこととトランスグレッシブフィクションで知られていたが、パンクとフェミニズムの世界でも、カウンターカルチャー、女の意志、暴力に対するアッカーのひたむきさがアイコンとして捉えられていた。1996年4月、アッカーは乳がんを宣告され、両乳房の切断手術を行った。 1997年1月、ガーディアン紙に寄せた、病の贈り物という記事で、通常の医療への信仰を失ったことを述べている。記事で、アッカーは、手術が不守備に終わった後、身体的喪失感と感情的衰弱が残ったこと、医療の世界で一般的な患者という受動的存在に甘んじることをやめ、栄養士、ハリー、心霊療法化、 漢方医の助言を求め始めたことを記している。アッカーは西洋医学でそうであるように知識の対象物となるより患者が英知の探求者となること、病との相互参照的関係を通じ的に構築し続けていくこと、病を死とし患者を学び主とすることを是とするようになった。手術の1年半後となる1997年11月、アッカーは英国と米国で いくつかの代替医療を試した後乳がんの合併症により死去した。場所はメキシコ・ティフアナの代替医療の診療所である。アッカーが最後を迎えたのは診療所の101号室だったが、そのことについて友人のアラン・ムーアは女にとって文学的参考にならないことは何もないと述べている。アッカーはニューヨーク市に育ったため、70年代から80年代にかけて マンハッタン周辺のカルチャーに大きな影響を与えたパンクムーブメントにも親しくコミットすることになったが、成人後は一転して各地をへめぐることになる。1968年にカリフォルニア大学サンディエゴ校で学士号を取得すると、詩人デイビッド・アンティン、ジェローム・ロゼンバーグと共に創作活動を始めている。アッカーはニューヨーク市立大学大学院で2年間古代。 ギリシアを中心とする古典を学んでいるが、修了はしていない。このニューヨーク時代に、事務員、秘書、ストリッパー、ポルのパフォーマーを経験している。70年代のアッカーは、サンディエゴ、サンフランシスコ、ニューヨークを頻繁に行き来していた。アッカーは2度結婚しており、また性的関係を持った相手の多くが、男性であったが、少なくとも成人後については、 バイセクシャルであると公言していた。1979年に短編小説ニューヨークシティーン1979が勝負数作品を対象とするプッシュカート賞を受賞。80年代前半のロンドン在住時にはアッカーの作品のうちで非表情最も評価の高い作品を複数書き上げている。80年代後半に米国に戻り、 サンフランシスコ芸術大学の特任教授を6年間務めたほか、アイダホ大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、カリフォルニア芸術大学、ロアノーク大学など、複数の大学で客員教授をこなしていた。アッカーの作品全体を貫く挑戦的なあり方は、バローズとデューラスの実験的スタイルに強い影響を受けている。 アッカーはしばしばパスティーシュやバローズのしたようなカットアップ技法を徹底して用いた。アッカーは自らをポストヌーボーロマンの流れに位置づけている。アッカー作品では自伝的要素、権力、性、暴力が結び合わさっており、事実、アッカーの作品をロブイコールグリエやジャン・ジュネと比較する批評は少なくない。また、ガートルード・スタインや写真家のシンディ・シャーマン、 シェリー・レビーンとの関連も指摘されている。アッカーの小説では入れ墨への系統と感謝も示されており、アホダラ帝国は自身の死生死に剣じられている。アッカーは基本的には社会的評価の高い小説家とみなされているが、チミドロゾを持つハイスクール、グレート・エクスペクテーションズ、ドン・キホーテなど広く知られた代表作も器用方編は激しい。ディケンズ、 フルースとマルキド・サドなど様々な作家の文章を自在に取り込む、アッカーの熟達した手腕は広く認められている。アッカーは、カットアップ技法を極限まで活用し、しばしば皮肉を込めて、表説した文章を新たな文脈に移し替えることで、社会的排除と制約割の問題に焦点を当てている。フェミニズム批評のアッカーに対する評価は、賛否が極端に分かれている。 ミソジニー的資本主義社会が性的支配を抑圧の根本的形態として用いていることを暴露している点で称賛される一方、アッカーの頻繁に用いる極めて激しい暴力的、性的イメージはすぐに神聖さを失い、女性を貶める対象化につながるという批判がある。こうした批判は繰り返し、アッカーに対して向けられたが、言語の断言。 論理中心主義的権力構造に挑むためには、文学は文法と形式にのみ関わっていてはならず、社会の様々なタブーによって偏教に追いやられている、恋なき主題に語らしめなければならないとして、アッカーが創作の方向性を変えることはなかった。この信念は、アッカーが中絶、レープ、近親相関、テロリズムポルノグラフィー、映像における暴力、 フェミニズムという主題を扱っていることに体現されている。アッカーが1972年に最初の著作ポリティクスを上司した時とき、首都エッセイからなる、この本は批評家からも一般からもあまり注目されなかったが、ニューヨークのパンクシーンでは名声を高めた。1973年、ブラックタランチュラの筆明で最初の小説ザ・チャイルドリック、ライフ・オブ・ザ・ブラックタランチュラ、 サムライブズ・オブ・マーダー・セスを翌74年に小説第二作アイドリームとアイワズ・エーニンホマニアック・イマジェニングを出版する。1979年に短編小説ニューヨーク・シティ・イン1979がプッシュカート賞を受賞しようやく一般に知られるようになったが、1982年のグレート・エクスペクテーションズまで批評家の関心を 引くことはなかった。グレートエクスペクテーションズは書き出しがディケンズの同名小説の明白なリライトであるほか、母親の自殺に触れた反自伝的要素や複数の作家からの借用といったアッカー作に一般的な特徴を備えている。また、この年には、ハロー、アイエムエリカジョンと題したジャップブックも出版している。1983年に公開された。 映画バラエティでは、アッカーは脚本を担当している。アッカーは、グレートエクスペクテーションズ以後広く認知されるようになったが、一般的には1984年の、チミドロゾを持つハイスクールが出世作であるとされることが多い。本作は、アッカー作品のうちでも特に暴力と性的描写の度合いが突出している。ハイスクールは、放送音、日文字などから借用しつつ、 セックス中毒かつ骨盤腹膜炎闇で父親に惚れている都会っ子の主人公ジェイニー・スミスが後に父親に奴隷として売られるまでを描く。本作は多くの批評家から女性に対して不別的であるとして批判されたほか、ドイツでは発禁処分を受けた。ハンニバル・レクター、マイ・ファーザーでアッカーはハイスクールに対するドイツ法廷の判決について述べている。 1984年前でスマイライフバイ、ピア・パオロ・パゾリーに、1985年、アルジエリア、A シリーズ・オブ・インビケーションス・ビコーズ・ナッシ・ングエルズ・ワークスを出版。1986年、最も評価の高い作品の一つ、ドン・キホーテが出版される。本作は、アッカーの解釈によるセルバンテスのドン・キホーテであり、主人公のドン・キホーテは若い女となっている。 彼女はポスト構造主義理論に寄り憑かれており、ポスト構造主義をニヒリズムの極限まで突き詰めていく。のみならず、ドン・キホーテは、サクラン状態で、サンクト・ペテルブルクとニューヨークの路上をさまようのだが、このサクラン状態は、ドン・キホーテが、中絶手術を受けたことによる。世界の様々な嘘と偽りを知り、ドン・キホーテは何も信じないようになっていき、自らを、 物語内の架空の構築物であると考え出す。ドン・キホーテは、サンチョ・パンサよろしく彼女に仕える、犬の性シメオンと共に、ニューヨーク市とロンドンの周りを更新しながら、性差別社会に攻撃を加え、同時にフェミニズムにまつわる、誤った通念を解体していく。アッカーは1988年のアホダラ帝国を、自身の創作活動における、ターニングポイントとみなしている。 アホダラ帝国ではまだ借用は見られるものの、以前より顕著ではない。とはいえギブソンのニューロマンサーからの借用は、アッカーによる全借用のうちでもかなり賛否の分かれるものである。ギブソンの文章を用いて、アッカーは社会的行動を女性の体及びその軍事性と同一視している。アホダラ帝国は、半分人間で半分ロボットのアブホーとその恋人の、 海賊、栽培という二人のテロリストの語りからなる。物語は、近未来、革命が起きた、パリの廃墟に設定されている。本作でも、他の作品同様暴力と性が生々しく、描かれているが、過去作に比べて、作者の意識は言葉そのものに向かっている。同じく1988年には三作の過去作を、まとめた、リテラルマッドネス。 スリーノベルズを出版している。同書収録のフロリダは、ジョン・ヒューストンによる、フィルムノワールの古典、キー、ラーゴを脱構築し、キーラーゴの根底にある、男性政治そのものへと変形させている。また、キャシー・ゴーズ2ー配置ではバケーション中の若い女の、性愛関係と性的搾取を扱い、マイ・デス・マイ・ライフ・バイ、ピア・パオロ・パゾリーには、謎の暴行死を遂げた、イタリアの映画監督、 パゾリーニの架空の自伝となっており、自伝中でパゾリーニは、自らの殺人事件を解決する。1990年から1993年に、かけて、インメモリアムツーアイデンティティ、ハンニバルレクター、マイファーザー、ポートレートオブアンアイ、スリーノベルズ、我が母、悪魔学の4冊が出版されている。これらの後期作品は、 過去作で扱ったタブーに対して以前と同様のやり方で挑んでいるため、上長で意外性に欠けると評されることが多い。1996年に発表された最後の小説となるプッシー、キング・オブ・ザ・パイレーツではユーモアが量を増したほか、ライトなファンタジー、東洋思想に関する考察といった初期作品にはあまり見られない領域への関心の拡大が示されている。アッカーの作品は、 実験的領域で創作する後続の作家に広く認められている。そのような作家に、マイケル・ヘミングソン、スチュワート・ホーム、マーク・アメリカ、スティーブン・ハーグレーブズ、パンク・バンド・ドライブ8のボーカル兼作家リン、ブリード・ローブ、アレクサンダー・ローレンス、タミル・コ作家、チャル・ニー・イ・ベディター、マイケル・ボートマン、ノア・シセロ、トラビス・ジェッパーザン、サルバドール・プラセンシア、スティーブン・ビーチーなどがいる。 パンクバンド、ビキニキルのキャスリーン・ハンナや、オルタナティブ・ロック・バンド、ソニック・ユースのキム・ゴードンもアッカーの影響を認めている。アッカーの没後、ノンフィクションの3冊が版を重ねているほか、2002年にニューヨーク大学でアッカーの作品展ディシプリンアナーキーが、2008年にはロンドンの現代美術館でアッカーの上映会が開催された。 2007年アマンドラッパブリッシング社から89年から91年に英国の中道左派政治史ニューステーツマンに掲載された記事をまとめたものが出版された。日本語訳の存在するものは現代と共に記した。ありがとうございます。